は5ヶ月ぶりの使い切りアイテムの動画になります。はい、いろんなアイテムを使い切ってるんでね、これは皆さんにおすすめしたい商品もあれば、グラリピしないかなっていう商品もあるんでね、私の率直な感想を皆さんにお伝えします。ではね、まず私の肌質なんですけど、乾燥肌になりました。今まではね、 T ゾーンがテカりやすかったんですけど、最近になってきて T ゾーンもテカらなくなりましたね。そして私は20代後半で、普段保湿とエイジングケアの商品を多く使ってます。ではね、今日紹介する順番なんですけど、前回はスキンケアの順番で紹介してましたね。化粧土、洗顔、化粧水、ケアで、乳液、クリーム、という順で紹介してたんですけど、それだとね、シリーズで使ってるものがあると全体的な効果を説明したい時にちょっと難しさを感じたんですね。なので今回はやり方を変えてブランドごとで紹介していきたいと思います。ではまずはラロッシュポセの化粧水です。スプレータイプの化粧水ですね。これは5本使い切りましたね。 1,2,3,4,5。 これはいろんな動画で紹介したことあるんですけど、私にとっての万能化粧水です。特に海に行った後の保湿ケアだったり、お肌が敏感になってる時に使うことが多いですね。あとパックする前によくね、こうシューってやることもあります。紙のパックだとパックする前に軽く顔を濡らしてくださいっていうもの多いんじゃないですか。なのでね、そういう時にシューって振りかけてからパックするとね、すごい便利なんですよね。使い方が簡単というか、シューってやるだけなんで、ダーリンも結構これを気に入って使ってますね。なんでこの5本はダーリンと一緒に使い切りましたね。これはね、リピすると思います。はい、次フレッシュです。私の大好きなブランドなんですけど、久々にシリーズ買いしましたね。こちらはフレッシュのローズシリーズになります。このシリーズは保湿と毛穴ケアができるものになってます。ですが、結論から言うと私の毛穴には効いてなくって、保湿はちゃんとしてくれるシリーズだなっていう風に感じました。じゃあまず化粧水からいきましょうか。こちらです。はい、これは中に花びらが入ってるタイプの化粧水になります。これは保湿力は良くて香りもとてもいいんです。フレッシュの甘い香りがします。私はいつも3回しっかりとつける派なんですけど、これは全然ベトベトにならないので優秀です。ただね、私はやっぱりブラックティーの方が好きだったかなって思います。ブラックティーの方はエイジングケアにフォーカスしてるんでね、なんで保湿だったらローズ、エイジングケアだったらブラックティーっていう感じです。あともう一個好き嫌いが分かれるかもしれないのがこの花びらです。これを使う時に化粧水と一緒に花びらも出てきちゃうんで、化粧する前とかだと花びらを取らなくちゃいけないのが私的に面倒くさかったです。そしてね、量がこれぐらいになってくると出そうとしても葉っぱがこの辺に詰まってしまうんで、これ以上はね、正直もう出ません。なんでね、最後の一滴までしっかりと使いたい方だったらあんまり向いてないアイテムかなと思います。はい、そしてローズ美容液です。手に出すと透明に近い色でちょっとトロッとしてるテクスチャなんですね。なんで夏とか秋に使っててちょうどいい保湿感だなという風に感じました。乾燥肌とかだと冬だったらこれ1本じゃ物足りないって思っちゃうかもしれないです。そして3つ目は洗顔フォームです。これはプッシュすると泡が出てくる洗顔フォームなんですけど、ローズウォーターが配合されてるからだと思うんですけど、お肌にのせてる時から水分が中に入り込んでるなっていう風に感じれるんですね。私は結構洗顔してそのまま何もつけずにまず歯磨きすることも多いんですけど、今までだったらちょっと顔が突っ張ってきたな、そろそろ早く化粧水つけないとなっていう風にね、思ってたんですけど、これにしてからはね、それが気にならなくなりました。これはね、私の予想を超えた商品です。なのでね、乾燥肌におすすめします。ただね、プッシュタイプなんで出てくる泡がそんなに濃密ではないんですね。なので濃密な泡でしっかりと顔を洗いたいという方には向いてないかなと思います。はい、そしてローズシリーズの最後はクリームです。こちらは保湿はしてくれますが、特に他のブランドのクリームとの違いがよくわからなかったアイテムになります。なんていうかね、特に良くもなく悪くもなく普通の保湿クリームっていう感じです。はい、まとめますね。このローズシリーズだったら洗顔フォームと化粧水は機会があったらリピ買いしたいと思います。では次はフレッシュのブラックティーのシリーズのオーバーナイトマスクです。これはつけたまま寝れるパックになってるんですけど、ベトベトするんでね、枕とか布団とかにもついちゃうんで、私はこれをつけたまま寝てないです。私はヌルパックとして使ってました。これを普通に顔に伸ばして10、15分ぐらい
ぐらい20分ぐらい置いて洗い流すっていう風に使ってましたね。洗い流した後の肌は水分補給されててもちっとします。はい、ただね1、2回目使った時にちょっとチクチク感を感じたんですね。私は全然大丈夫だったんですけど、合う合わないがある商品だなと思います。あとね、ヌルパック自体は今まで使ったことがなかったんで、とてもね気に入りました。めちゃくちゃ楽です。紙パックみたいに位置がちゃんとフィットするようにこうピッピッて引っ張ることもないし、あと位置がずれる心配もないし、落ちてくる心配もないし、すごいね使いやすいなって思ったんで、またねこれからいろんなヌルパックを試していきたいなと思います。はい、そして次また私の大好きな商品です。こちらビフェスタのポイントメイクアップリムーバーです。今回は2本使い切りましたね。ウォータープルーフのマスカラも簡単に落とせるし、お値段もお手頃だし、これがないと私はダメです。はい、これからもずっとリピ買いすると思います。はい、そしてエチュセの洗顔フォームですね。今回は1本だけ使い切りました。これもね私の動画で何回も登場したことあるアイテムなんですけど、大好きな商品です。これはジェルが泡に変わるタイプなんですけど、しっかりと毛穴に入り込んでくれて、毛穴の奥まで掃除してくれてる気がするんですね。これを使ってる時あんまり毛穴の汚れが気にならないです。なので皮脂汚れだったり毛穴が気になる方におすすめできる商品です。さっきのこのフレッシュの洗顔と全く方向性が違うんですけど、どっちも好きです。はい、次洗顔フォームもう一個、ノブの AC ウォッシングフォームです。これは大人のニキビ用のシリーズの洗顔フォームなんですけど、正直私はニキビ肌ではないんですね。これを買ったきっかけっていうのは、まだ日本にいた時に、もしかしたらアメリカで私がニキビ肌になる可能性を考えて万が一のために購入した商品です。実際にねアメリカに来て私はニキビ肌になることなく帰国することになりそうだったんで、これをね早く使い切らないとって思って開封しました。なのでね、ニキビにどれだけ効果的なのかは正直わかりません。ただね洗顔としての使い心地は良かったです。次は資生堂です。化粧水、美容液とクリームをセットで使ってました。結論から言うと美容液は好きで、化粧水とクリームにはあんまりピンとこなかったです。はい、では1個ずついきますね。まずは RB トリートメントソフナーです。これはエイジング用の化粧水なんですけど、使ってみて普通の保湿の化粧水だなという風に感じました。まあ別に使いづらいわけではないんですけど、特におーこれはいいとか、これはエイジング効果があるって思うこともなかったです。これね不思議なのが、私毎回資生堂の商品を使って毎回同じことを思うんですよね。いつもね良くもなく悪くもなく、とりあえず使い切ったっていう感想になるんで、もしかしたらねこの成分が私のお肌と合わないのかなって思ったりもするんですけど、はい、そんな感じで使い切りました。次は美容液ですね。パワーライジングコンセントレート N です。これは資生堂の中で一番有名な商品だと思うんですけど、夏とか秋とかまだそんなに乾燥しない時期に使っててちょうどいいテクスチャーだなって思います。保湿してくれて、これをつけた後のお肌はもちっとします。他のブランドのアイテムと一緒に使っても喧嘩することがないので、柔軟性のあるアイテムだと思います。例えば美白ケアをしたい時に、美白ケアって大体ちょっと乾燥しやすかったりするんじゃないですか。なんでね美白ケアの商品の後にこれを入れてあげて保湿してもらうっていう風に使ってましたね。はい、そしてクリームです。こちら資生堂のバイオパフォーマンスのクリームになります。これは日本の公式サイトに載ってなかったんで、もしかしたら海外版かもしれないですね。クリームは伸びが良くて、テクスチャーも濃厚なクリームという感じだったんで結構期待してたんですね。ですがこれをつけて寝ると朝起きた時にお肌は乾燥してます。はい、まとめます。化粧水とクリームはエイジングケアの商品なんですけど、特に私が使ってて効果を感じなかったんでリピ買いしないと思います。美容液は夏とかまた暖かい時期になってきたらリピ買いすると思います。はい、次はオバジです。こちらはオバジの C10 セラムですね。ビタミン C の美容液になります。ビタミン C は抗酸化の効果があるので朝のスキンケアとして使ってました。つけたての時はね塗ってます感があるんですけど、すぐに吸収されるんでね気にならなくなります。あとねこの匂いがダメな方がいるっぽいんですけど、
なんて言えばいいんだろうね、私的にオレンジと何かの研究室の匂いが混ざった感じ、なんて言えばいいんだろうね、なんか研究室っぽい匂いがする。まあ私は大丈夫でした。私が持ってるビタミン C10% のものは特に毛穴が気になり始めた方向けだそうです。正直ね、私の毛穴には弱かったみたいです。なんでね、日本に帰ったら一番濃厚なやつ、ビタミン C25% ものものを使ってみようかなと思います。あともう一つね、これは他の化粧水とよく喧嘩します。消しゴムのカスみたいなものがポロポロ落ちてくるんですね。このポーラのホワイトショットとも喧嘩してたし、クリープラスの化粧水とも喧嘩してたし、あとエスティローダの化粧水とも喧嘩してたんでね、結構いろんなものと喧嘩します。ちょっとね、扱い方が難しい商品です。なんですけど 25% のものは使ってみたいと思います。はい、そして次フリプラス、フリプラス化粧水とクリームをセットで使い切りましたね。すべて敏感肌用のものなんですけど、結論から言うと2つとも良かったです。まあ私は敏感肌ではないんですけど、万が一のために常に家に敏感肌用のものを置いてるようにしてるんですね。お肌が敏感になってる時とか、例えば海に行った後の乾燥ケアだったり日焼けケアだったり、あとピーリングしてる時によく敏感肌用のものとセットで使ったりもしますね。ちなみに私は乾燥肌なんで化粧水はしっとりタイプにしてます。そしてね、クリームはウォータリークリームって言うんですけど、名前の通りすごいウォータリーです。顔にのせるとお水っぽくなるんで、水分が補給されてるなーっていう風に実感できます。なのでね、2つとも使い心地が良かったんでまたリピしたいと思います。そしてエスティローダに行きましょう。化粧水と美容液を使い切りましたね。結論から言うと良かったです。化粧水から行きましょうか。こちらはマイクロエッセンスです。これは大好きな化粧水で、実は CA 自体からよく使ってました。不規則な生活に強いって感じる商品です。ツヤも出してくれるし、保湿してくれるし、キメも整えてくれるし、万能なエッセンスって感じ。効果で言うと割とフレッシュのブラックティーの化粧水と似てるような気がします。はい、では次美容液です。アドバンスナイトリペアインテンスコンセントレート、ちょっと名前長いですね。これはですね、アドバンスナイトリペアの新商品というか、まあ新商品っていうのはあんまり新しくないんですけど、姉妹編って感じですね。こっちがお姉ちゃん、こっちが妹ちゃんって感じです。前ね、私のスキンケアの動画を見てくださった方はわかると思うんですけど、これはね、もともと私の大好きな商品で、なんでね、これが出た時にすっごい楽しみにしてたんですよ。これはちなみに夜用の集中美容液です。いろんな海外の YouTuber がこれを使って毛穴が小さくなったとか、もう肌が劇的に変わったっていう YouTuber もすごい多かったんでね、すごく期待してたんですけど、実際に使ってみてあんまりナイトリペアとの違いが分からなかったっていうか、もちろんね、保湿してくれるしキメも整えてくれるからいい商品ですよ。いい商品なんですけど、みんなが言うほど私のお肌が劇的に良くなったってことはなかったです。まあもともとね、自分の期待値っていうのが高かったんでね、それを省いたらいい商品だと思います。まとめます。化粧水は絶対にリピ、美容液は今溜まってる美容液を使い切ったらリピすると思います。はい、次ランコム行きましょう。化粧水とクリームを使い切ってます。結論から言うとどっちも良かったです。まず化粧水からいきましょうか。アプソルプレシャスセルローズローションです。これはね、ちょっとだけ残ってるんですけど、アメリカを去る頃には絶対に使い切ってると思います。ちょっと手に出してみますね。はい、こういうね、とろーとしてるテクスチャで保湿力が高くて張りを出してくれます。あとこの中に入ってる花びらの量もフレッシュに比べたら激しくなくて、顔につくことがないので使いやすかったです。あとね、ちょっと調べてみてすっごいびっくりしたのが、日本のお値段とアメリカのお値段が全然違うというか倍ぐらい違うんですよ。アメリカでは65ドルで売られてるんですけど、日本で 15,950円、まあ税込みで売られてるんですよ。もうね、どうしてこんなに違うのって感じ。そう、本当に倍ぐらい違うよね。これを知ってしまうとさ、日本で買いたくなくなっちゃう。はい、そしてアイクリームです。アプソルアイクリーム、はい、これはね、私の大好きなアイクリームです。伸びもいいし、浸透力もいいし、香りもいいし、小じわに効いてくれてるし、めちゃくちゃ優秀です。はい、まとめます。化粧水はね、値段が倍ぐらい違うんでね、日本ではリピしないと思います。アイクリームは絶対にリピします。はい、次アイオペに行きましょうか。アイオペバイオエッセンスです。これは化粧水
水と美容液が1本になっているウォーターエッセンスです。使ってて保湿力は良かったのと、少しお肌のトーンが上がったという風に感じました。このお値段でこの効果なので私は満足してます。あと韓国コスメはね、割と香りがきついものが多いんですけど、これは全然そんなことがなかったんで使いやすかったです。機会があればリピしたいと思います。はい、次クリニック行きましょうか。ドラマティカイディフレントハイドレーティングジェリーです。これはジェル状の保湿液です。あとこの中のオレンジの芯なんですけど、自分でカスタマイズできるようになっていて、全部で5種類ありましたね。この芯の色によって効果が違うんですけど、私は炎症を抑えたり、あと肌のターンオーバーをサポートしてくれるものにしました。テクスチャーはね、みずみずしくて使いやすいアイテムだと思うんですけど、こんな感じですっごいみずみずしいですよね。ただね、使う頻度がめちゃくちゃ低かったです。まあ私のいつものスキンケアの仕方と関係すると思うんですけど、いつもね、私は化粧水を3回しっかりつける派なんですね。それだけでぶっちゃけかなりお肌が潤ってるんですね。なんでそのまままた美容液を使うことが多かったんですね。でなってくると、これいつ使うとかね、どのタイミングで使うってなってくるんで、結構ねこれの存在を忘れちゃいます。まとめるとね、私にとってはなくても困らないものだったんでね、もうリピしないと思います。はい、次オーガニックブランドです。これはエイヴァンヘアリーって呼ぶのかな、ちょっと読み方わかんないんですけど、こんな見た目です。これはオーガニックなブランドで、あの購入したきっかけは台湾の歌手のライブを見た時に、その歌手が化粧の最後にこれを振りかけてたんですね。なんで気になって購入しました。これはローズの化粧水でスプレータイプになってます。はい、ヘッドの部分はこんな感じです。これは1回だけ朝のスキンケアに使ってみたんですけど、あのすっごいサラサラとしてて、私にとってはちょっと保湿力が足りないなというふうに思ったんですね。なのでそれからはその歌手みたいに化粧した後に振りかけるようにして使ってました。ちょっとね、出てくるミストが粗いんですね。こう水滴が太くてしっかりとした水滴になる感じなんで、割とね化粧した後にこれを振りかけるとちょっと化粧の邪魔をしてるなっていう風に感じましたね。なんでね、私にとってはちょっと使いづらかったので、もうリピしないと思います。はい、では最後に、まだ使い切ってないんだけど、アメリカを去る頃には使い切ってるんだろうなって思うアイテムをね、皆さんに紹介しますね。2つです。このポーラのホワイトショットシリーズですね。化粧水はホワイトショット LX です。そして美容液はホワイトショット CXS です。これは結論から言うとかなり良かったです。私は化粧水と美容液セットで使ってるんですけど、お肌の透明感が上がったのと、あと白くなったなって実感できました。はい、かなり優秀なアイテムです。美白効果のものってだいたい使ってて、あれこれって白くなったのかなとか効いてるのかなって思う商品もたくさんあるんじゃないですか。その中でこれは肉眼で見ても効果がわかる商品だなっていうふうに思います。あの前回の使い切りアイテムでこれについて説明してたんですけど、これ単品だとね、あまり効果がわからないんで、化粧水とセットで使って効果を感じたんでね。なのでね、シリーズで使った方が効果が感じやすいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、5ヶ月分の使い切りアイテムについて紹介してきました。肌質によって合う合わないはあると思うし、あと同じ乾燥肌でも、合う成分と合わない成分があると思うんでね。今日ね、もし私が紹介してるアイテムの中で、あ、これはいいかも、試してみたいというような商品があったら、ぜひね、一度サンプルから使ってみることをおすすめします。そしてね、いいものはずっといいと思うんですけど、やっぱりいいものを超えるさらにいいものに出会えるかもしれないっていう考えでね、結構いろんな化粧水とかスキンケア用品を普段から試すようにしてるんですけど、まあこれからもね、そういう風にしていきたいと思います。なのでね、もし皆さんにとってのいい商品がありましたら、ぜひ下のコメント欄で教えていただけたら嬉しく思います。はい、ではね、今日の動画が好きだったらいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。